千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回の質問ですが、40代ですが歯茎が下がってきたのを何とかする薬はありますかという質問にお答えしたいと思います。40代ということで、まず今まで40年間、私も40代後半ですが、振り返ってみるとあまり自分に時間を作ってこなかったのかなと思います。痛くてもそのうち治るから治るまで待とうと、具合が悪くても治るまで待とうというようなツケが回ってくるのが40代なのかなと思います。歯茎が下が、次に歯茎が下がってきたということで、歯周病、ここに絵がありますが、健康な歯茎、歯周病にかかっている歯茎の絵があります。このように骨を見てみると、健康な歯茎の方は歯に沿って骨がきれいにあります。歯周病にかかってしまうと、このように骨を溶かしてしまいます。歯の周りの骨が溶けるので、このように歯茎が下がってくるとよく言われます。で、これに効く薬ということですが、薬はあるのですが、効く薬というのはありますが、薬で治すのではなくて、まず原因としてこのような状態になるには必ず歯石がついています。その歯石を取ってから、その薬、商品名は言いませんが歯医者さんでも処方してくれると思いますのでまず歯石を取って原因療法を取り除いてから、薬でさらに歯茎の状態を良くするというようなふうに思ってくれると嬉しいです。まず第一に、薬だけではなくて、歯医者さんに予約を入れて、まずメンテナンス、歯石を取ったり、歯垢は歯ブラシで取れますが着色を取ったり、クリーニングですよね、をして歯茎の状態をいい状態に持ってってから、その後にお薬というふうな順序でいってほしいなと思います。詳しいご質問ご相談はコメントいただければお返ししたいと思います。